白米山古墳は、京都府与佐郡与佐野町小屋にある古墳。形状は、前方公園墳。国の史跡に指定されている。京都府北部、丹後半島付け根の茅谷,谷の東園部、茅谷,谷に突き出す、丘陵上に築造された古墳である。現在までに墳丘を良好に依存し、これまでに1996から1999年に、発掘調査が実施されている。 噴景は前方五円形で前方部を北方に向ける。噴景は二段築成。噴景長は90メートルを測り、茅や谷,谷では北約1.5キロメートルに所在する、恵比寿山1号噴に次ぐ規模になる。噴景表面では、斜面で、吹石、テラス部で、演歴時期が認められるが、埴輪は認められていない。主体部の埋葬施設は、公園部中央における縦穴式石室1基。 土工母二期、木管寺仮層一期などであるが、未調査のため詳細は明らかでない。この白米山古墳は、出土,土土器等より、古墳時代前期中央頃の築造と推定される。丹後地方では、古墳時代前期後半以後に、日本海三大古墳すなわち恵比寿山一号墳、新名山古墳、網野長子山古墳をはじめとする、大型前方後円墳の築造が知られるが、 本古墳の築造時点では本古墳が最大規模であり、当時としては全国的にも大型の規模になる。日本海側では最古級の前方後円墳ともされ、丹後地方における前方後円墳の波及を考察する上で重要視される古墳になる。古墳域は2002年に国の史跡に指定されている。古墳の規模は次の通り、二段築成の墳球は一段目では、 地山成形、二段目では森土による、公園部分庁主体部の埋葬施設としては、公園部分庁中央部において、縦穴式石室一基、土工房二基、木管地家層一基が認められているが、いずれも未調査のため詳細は明らかでない。縦穴式石室は、石室主軸を分球主軸と直行する、東西方向とし、長さは、推定4メートルで、 天井石6枚が認められる。石室周囲には、杭列や柱穴列も検出されている。またテラス埋葬として、縦穴式小石角2基石管地下層1基が認められているが、副層品は検出されていない。その他、周辺埋葬として、方形周項墓2基とその溝内埋葬、先竹形木管地下層1基木豚土工墓1基土工墓3基が認められている。 白米山古墳の周辺には古墳数基が分布する。そのうち公園部西側の丘陵に分布する4基は白米三世古墳群として認知される。1号墳、2号墳については1998年に発掘調査が実施されている。内容は次の通り。その他、白米山古墳の前方部西側では白米三北古墳、前方部東側では 白米三頭古墳が所在する。以上の古墳は、白米山古墳の周辺埋葬墓と同様に、一体が白米山古墳被葬者と同集団による共通墓域であったことを示すとされる。ありがとうございます。